良くなったのなら何よりよ。壁の記録も興味深くはあったけれどね。それじゃあ聞かせてもらえるかしら。古の時代に起こり、これから再び起きようとしている終末の最悪について。原因は突き止められたの？天脈、その言葉は初めて聞いたわ。だから闇の力を、活性の力を持つゾディアークを創造したのですね。星全体のエーテルの流れを増強し制御する、まさに断りを敷き直すがごとき神業です。
その後にゾディアクの扱いをめぐって対立が起き、ハイデリンが生み出された。エメトセルクはそう語っていたが、そう言わないか。実際、ハイデリンのその導きがなかったら、アシエンにもっと多くの世界統合を許していたでしょうね。そして、今を生きる生命は、かつての人を蘇らせるための煮えとされていたはず。わかった。ひとまずお前の言うことを信じよう。絶対の神がいないなら、俺はあいつが。ミンフィリアが支えようとしたものを信じてみたい。そのつもりでもう一つだけ教えてくれ。この後本当に終末が再開されてしまうとして、俺たちがそれに対処できなかった場合、原初世界が滅びた場合、共造世界はどうなる？
何の建物かしら。